ソーエル草原というや、ティアラと出会った場所だ。最初の印象最悪だったよね。フェンサーから襲われてたのを助けてあげたのに、お礼の一つも言わないし。あいつ本当に死んじまったのか。パンナ、なんかさ、実感わかねえんだけど、またあの時みたいにフラッと俺たちの前に現れるような気がしてさ。何よ、やっぱり悲しいんじゃない。なんだ、女の人の声。行ってみよう。ディス、やらせてもらう。始めます。図らずこんなものも好きなものですかね。やっぱりお決まりキャラだった。とっとと失せろ。覚えてやがれ。なんだあれ、捨て台詞までお決まりだな。あなた大丈夫？怪我はない？ええ、ありがとうございました。私、千秋って言います。千秋さんね。私はアリン、こっちはファング。あなたが無事でよかったわ。それじゃあ。あの、よかったらお礼をさせていただけませんか？別にそんなのが欲しくてあんたを助けたわけじゃ。お酒もごちそうもたくさんいただきます。出た。もう食べ物のことになるとすぐそうやってコロッといくんだから。うるせえな、俺は腹が減ってるんだよ。面白い方ですね。では私は一足先に宿でご馳走の準備をしておきますね。ひまわり荘という宿なんですが、場所はご存知ですか？なんだ、ひまわり荘だったな。いつも俺たちが泊まってる宿だぞ。まあ、なんて奇遇な。でしたら道案内はいりませんね。それではまた後ほど。ファング、どうかした？いや、あの千秋って女の声が聞こえた時、もしかしたらって思って。ティアラかもってこと？なあ、けど違ってた、うん、なんてな。さてと、気を取り直してひまわり荘でごちそうにでもありつくか。